シャローム大ジャハオチョの海だ天国人でございます。今日もつらつらと韻を掘りながら掘り語りでございますけれどもね、昨日の話の続きになっちゃうんだけどさ、昨日はどうやったら日本一になれるか世界一になれるかっていう話だったんだけど、今日はねどうやったら天才になれるかって話ね、みんな大体私凡人ですからとかね、そんなおこがましいみたいな感じになるけれどもね、実はねこれ誰でも天才なんですよ。天才って何かっつったらさ、例えばねイチローがいます。イチローは野球の天才ですねえ、誰もかなわない、だけどさみんなに天才天才って言われてるわけよ。ところがね、町の近所のおばちゃんね、おばあちゃんでもいいよ、編み物が超うまい超すごいでみんなが頼みに行くわけよ。でもそのおばあちゃんのことをみんなさ、あの人天才よねとは言わないわけよ。なんでかって話だよね。イチローはみんなに天才天才ともてはやされ、おばあちゃんはまあ編み物の上手なおばあちゃんということになってしまう。この2人の違いは何かっていうことなわけ、でもう答えを言っちゃうと何かっていうと、自分のフィールドから出ないってことなのよ。自分の得意分野から出て物事を考えないっていうことね。例えばイチローがね編み物のおばちゃんのところに行って編み物勝負して勝てるわけがないわけよ。そうしたらさ超凡人っていうかさ、もうダメダメじゃん。でその野球以外のことね、もしかしたらすごいできるのかもしれないけど、他のことでは大概かなわないわけよ。サッカーやったらサッカーでもうまくいくのかもしんないけれども、でもサッカーの天才と言われてる人たちに今の状態ではかなわないわけ、でそれでその編み物のおばあちゃんのところ行ってさ、イチローはさもうひれ伏すわけだよ。うわー参りました、私は凡人です、全然ダメですってなるじゃん。ところがさそうはなってないよね。イチローは編み物できなくても天才なのよ、おばあちゃんは編み物できても天才とは言われないわけよ。何かっつったら、イチローは自分の野球というそのホームグラウンド、そのイチローの野球のその例えばもうホームランで言ったら勝てないわけよ。他のホームランバッターにはね、ピッチャーでも勝てないわけよ。まあまあそこそこなんだけどさ、そこそこって言い方ダメだよ。ものすごいんだよ。ものすごいんだけどホームランだって打つわけだからさ、すごいんだけど、ところがホームランバッターには勝てないわけ。でもホームランの天才ではないわけだ。打率の天才なわけですよ。足の盗塁の天才なわけですよ。で、その自分のフィールドでひたすら勝負をし続ける。だからおばあちゃんがなんで、編み物で天才として、名を馳せないかというと、それはただ単に自分の編み物というフィールドで戦ってないからなのよ。で普通の主婦というフィールドで戦ってしまう。主婦というフィールドだったら主婦の中では編み物できるよねっていうことですごいんだけれども、ところが編み物ということだけに特化してしまうのね。で何かやるときに自分の編み物のこの領域から出ないで会話をするわけ、人と接するわけ。イチローは自分のそのフィールド、この野球というフィールドから絶対出ないわけだから、例えばそこから出て編み物に行っちゃうともう全然ダメなんだけれども、自分は野球ですっていうこのそこから一切抜け出ないわけ。でおばあちゃんもその自分のフィールドの中でこう動いていれば絶対誰からも、いろんなところから声がかかり、出版社から話が来ってことになるんだけれども、そこから出ちゃうんだよねおばあちゃんはね。あなた料理上手なのできるわ、すごいわねってこうなってしまう。だから要は何かって言ったら自分のフィールドね、その編み物だったら編み物のフィールドから出ないで人を自分のフィールドに引き込んでいくっていうこと。だから編み物で人が来た時に編み物ということができる人だ、すごい天才だっていうところの認知をさせた上でそのフィールドに入ってこさせる。そうしたら他の人たちは例えばどんな料理人が来ようが何しようが対等になるわけだ。ところがおばあちゃんは自分のそのフィールドを全部捨てちゃって、それで人と接するから他の人行ったら他のフィールドに入っちゃうわけ。料理の人に言って「あなた料理すごいわね、私なんか全然何にもできなくて」ってなってしまうわけ。それがお互いのフィールドとフィールドを重ねていくと対等になるから、どんな人でも。で全ての人は全ての得意分野を持ってるわけよ。でその得意分野をその得意分野の人だっていうことで、こっから出ないで、例えば鼻くそがほじるのがうまい人だったら俺鼻くそほじるの超うめえぜっていう、そのフィールドから出ないとそういうんだ人は入ってこないかもしれないけど、その中に人を引き込んでいくっていう感じなのね。で僕よく言う話なんだけれども、エベレストね、世界一ですよ、でところがエベレストがどう頑張っても富士山にはかなわないんですよ。と思うでしょ。エベレスト世界一だし富士山なんか勝てる要素ないじゃん。絶対エベレストには富士山に勝てない要素があるの。ちょっと考えてわかるかな。ねえこれね何かって言ったら、エベレストは富士山の低さでは勝てないわけ。富士山はエベレストに対する高さでは勝てないよ。高さでは勝てない。ところが富士山はエベレストに対して低さで勝てるわけ。エベレストはどう考えたって富士山の低さにはなれないわけ。だから高いのがいいって誰が決めたって話なのね。ね、でよくこの質問すると答えるのがさ、美しさとかさ、登りやすさとかさ、それってさ客観的っていうかなんていうか主観で見てるんだよね、うん、だから私は美しいと思う。でそれは事実で、その人にとっては事実かもしれないけど、他の人から見たら別にもっとキリマンジャロの方が美しいよっていう人もいるし、阿蘇山の方が美しいよっていう人もいるし、違うわけだからこれは測れないんだよ。もう厳然たる事実としては富士山はエベレストより低い。その低さでは絶対エベレストに勝ってるわけ。だから、それが、そう考えると、すべての人において、すべての人のフィールドがあり、すべての人の得意分野があるんだよね。うん、で、それで、みんなよく勘違いしちゃうのは、こう、一つの山をね、みんなこう、登ってると勘違いしてるわけ。どういうことかっていうと、例えば、いろんな人がいるでしょ。天国家でもこう、有名な偉い人がこう、ピラミッドみたいに山があって、このトップに人がいるわけよ。その上の人を見て、そこを目指して頑張ろうと思ってみんなこの山を登るわけ。そうすると日天作家みたいな上の人がいて、ここに、偉い先生がいて、さらに下の凡人がいるみたいな、こういう山なんだって。みんな一生懸命その上に乗って、ははは、俺は偉いんだってえばってる人のところの、そこに登ろうと思って頑張るんだけど、実はそうじゃないわけよ。実は山ってのはいっぱいあるわけよ。その天国山があったら、こっちに別の天国山もある。それぞれ、それは実は、それぞれ別の山を登ってるわけ。で、砂山だってエベレストに勝てるわけよ。その理屈で言うとね。うん、だから、要は自分の山から絶対降りないということ。その山を、自分の山を登り、自分の山を持って他の分野を見るっていうことなのよ。そうすれば、もうどんな人でも、全ての人と対等に話すことができる。トランプさんは世界で金持ちです。すごいです。いろんなビジネスセンスもあるし、政治的センスもある。そこら辺はいろいろとあるかもしれないけど、でもそうなわけよ。総理、大統領になったの。ところが、俺は天国界ではもう自分の山の中ではもうトップなわけよ。そうするとトランプさんと僕が話そうが対等なわけですよ。それはだってどっちが偉いとかないんだから。ビジネスがすごい人、天国がすごい人、陶芸がすごい人、編み物がすごい人、それぞれの山があるから全ての人が対等な。ところがみんな別の山を行って、人がこう旗を振ってるその山を登ろうとするから、それは勝てないよ。だって人の山だもん。俺の山に人を登らせようと思ったら絶対俺には勝てないわけよ。僕のセンス、僕のやり方、僕の方法、僕の容姿、僕の生き方。それを全部真似しようったって、そこは俺は自然にやってることだから、そこには絶対人は勝てないわけ。だからそのフィールドを絶対守りきるということで、ここでいろいろほらあるじゃん。自己啓発セミナーとかさ、いろんなセミナーがあるわけですよね。 YouTube でもいっぱい出てるし、彼らはねそういうこと知ってんだよ。知ってるけど何をやってるかっていうことね、うん、ここら辺はちょっといろいろ言うとなんかちげえよとかいろいろ批判とか来るかもしれないけど、要はみんな自分のフィールドに引き込もうとしてるわけ。何万人とか何千人とか何百人とか人を集める人たちね。その人たちはほらこういう風にやればできるよ、こういう風にやれば私こうなったでしょ、それでその中で成功した人もいるでしょ。そりゃそうなんだよ。その山の中で自分の山にこう登らせた時にうまく登れる人と登れない人がいるわけ。その中には成功者も出てくるわけ。それは中には出てくる。だから似たような人たちがいるからね。でその人たちは何をやってるかっていうと、みんなを天才にしないという方法なんだよね。ある程度の成功者は出すけれども、大概の人はその話を聞いたところで成功しないわけでしょ。で多分いろんな自己啓発とかそういうセミナーを受けて大成功しましたって人いるよ。でも大概の人はそれを聞いて満足するだけなの。ああでも私はそういうことはできないってなってるわけ。何かっていうと、そういう人たちはそれに気づかせないようにしてるから、その人たちが天才だっていうことに気づかせないようにしてるわけ。だからこの山を登るときは自分の山を見つけるしかない。でこの自分の山を見つけるっていうのが勉強だったりね、その参考にして、あ自分はこういうやり方があるっていうのを見つけていく方法なんだよね。うん、だからまあ要はそれぞれがそれぞれの得意分野を持ってる。まず日本語が喋れるってだけでもう自分のフィールド出来上がってるじゃん。だってアメリカ人がどんな頑張ろうが日本の文化とかを一生懸命学んでやろうとしても、それはねもう生まれてこう染みついちゃったものってもう絶対、それはもう他の人にはかなわない独自の世界が出来上がってるわけ、家庭それぞれの家庭があるでしょ。お父さんがサラリーマン、お母さんは主婦でした。もうそれでまず日本語が喋れるお父さんがサラリーマン、もうこんだけで自分のフィールド出来上がったよね。どんな勉強してきたか。自分がね、絵が描くのが得意です。歌を歌うのが得意です。それは歌が他の人と比べてもダメなわけよ。で、歌の中のフィールドで戦ったら、それはそういう、主旋律をしっかり取れる人、ギターがすごい上手い人、その中ではいろいろあるよ。でも、自分の歌い方をできる人にはいないわけ、他の。だから、私は、これは独自の自分の歌ですって言った時には歌が下手だって売れるわけじゃん。ね。うん、だから歌手の歌を聴いた時にさ、歌がうまい。ね。音を外さずに歌う人が一番うまいんであれば、そうしたらもうそれは機械に任しとけばいいですよ。ボカロの方が完全に主旋律をこう取っていくわけだから。でもそうじゃないじゃん。人間がなんで歌うか。その機械に近づくことをやるっていうことじゃないわけ。自分がどういう人間か、どういうふうにやってるか、どういうふうに生きてるか。うん。それで、その自分のところをさらにその山をもっと美しくするために、桜を植えましょう、チューリップを植えましょう、もっと言ったらうちはハゲ山で行くぜみたいなさ、もう荒野のような、山を作るんだ。キリマンジャロのような山を作るんだ。ねえ、そういうことで富士山作ってもいいしさ。だから自分のフィールドから出なければ、誰でも全ての人が天才なんだよ、実は。うん、だからそこを勘違いして他と人と比べないっていうことね。うん、だから僕はね、自分のフィールドから絶対出ないから。うん、だからそれはだって俺、ね、人間的に言ったらね、もう最悪な人間ですからね、いろいろとね。うん、で今朝の7時ぐらいにこの動画撮ってるけどさ、一晩中この店にいたわけですよ。家にも帰らずに。だそんなで別にお金稼いでるわけでもなくてさ、うだうだと好きなことだけやってる、もう普通の人から見たらとんでもない、うん、生活で、僕のことをよく知ってる人はもうあいつはダメだみたいな感じになるわけ、うん、でもそんでも自分のフィールドから出ないと、うわあそんだけ天国に打ち込んですごいですねとかさ、いろいろこうなんか YouTube なんか撮っちゃってすごいですねって、そっちのフィールドになるわけ。ところが自分のそのフィールドを取った瞬間、ただのダメ人間だからね。人格破綻者でもあるし、まあね、何やってんだか、演劇やってラジオのパーソナリティやって何やってんのっていう、普通ならなる。それでお金も稼げないしさ、家庭も顧みずみたいな感じになるけど、でも自分のフィールドから出なければ、あ、いろんなことやってすごい経験豊富ですごいですねっていう、こう逆の効果になってしまう。うん、だからもう小じきでも何でもいいんですよ。家を捨てて、あ、小じきで自分のその生活スタイルっていうかね、自分の生き様を自由にやって素晴らしいですねって言われる人もあれば、何働かないでずっと路上で路端でみんなに迷惑かけてって言われる人もいる。それは何かっていうと、その小じきをやってる人が自分のフィールドで物事を見てるか見てないかっていうことなんですよ。うん、だから、もうね、今すぐできるんですよ。もう今すぐ自分の何が好きか、何が得意かっていうことだけを見て生きていけば、もうそれで、天才ですっていう話。ということで今日の掘り語りはこんなところで終わりです。ではまた次の動画で会いましょう。さいちゃん、バイバイ。